皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。どうも三国志波動、皆さんと一緒に楽しくやってまいろうと思います。生放送ありまして、アップデート情報出ておりますね。次の長期イベントがですね、九龍総国、クーロンじゃないんですね。これは9つの勢力に割り振られ、これがちょっとランダムっぽいんですよね。どういう風な基準でランダムで分けるのかわからないですけども、これによっておそらくですね、今なんかグループでやってる軍団、僕がいるところもグループでやってるんですけども、何軍団かいつも一緒にやってるところがバラバラになるような感じでしょうかね。勢力走破みたいになるのかなーっていう、なんか僕なりの予想なんですけど、ああなったらやだなーっていうね。あれってやっぱりですね、相入れない軍団ってあるじゃないですか。それが同じ勢力になっちゃうとまとまって戦うことができないんで、結局負けちゃうわけですよね、その勢力。そうなると嫌だなっていう感じがいたします。はい、こんな感じですね。しかしですね、最初9で、その次はですね、貝、多分3つですかね、貝の3つがどっかに吸収されるという感じで、最終的には3勢力になる、三国志になるという感じですね。うん、なんか結局は勢力走破になるみたいな気がして、なんかならないんですけど、まあ、勢力走破がね良かったと思う人はいいんでしょうけど。はい、次、劣勢な勢力は自動で連合、新たな仲間と挽回が可能という感じですね。やっぱりだから下位から上がっていく。勢力陣、また官庁陣みたいなやつですね、が現れるということでございます。はい、でスケジュールがこんな感じですね。20日から総国開始、そして甲状腺の開始、前言われてました通り12時までということになります。甲状腺の仕様が変わるそうです。城壁一機ですね、一発目で城壁に飛び込んで城壁壊すってのが難しくなる。 100% だったのが 10%、 10分の1のダメージになりますね。なんかね、思い出しますよね、勢力走破の時ね。これもね、硬くなりましたよね、バカみたいに。まあ、要所を取れば倍率が上がっていくということで、次を見ていきましょう。しかしですね、駐屯防衛中、非戦闘状態の場合は先方ゲージが徐々に低下しゼロになるように変更。これがあるので、要所をなんかね一方的にガーッと取って、じゃあ一気に城壁行きましょう、はい落ちますっていうね、最後の一粘りがあるじゃないですか。そこで一回カチンと弾いてね、要所取り戻して、なんとかね時間まで耐えるなんていうのがね、これでやりづらくなったら面白くないなと思ってね、おります。はい、新強化要素5行、武将に新たに木、火、土、金、水の5行を追加。それぞれの5行レベルを上げていくことで効果が発動。なんかこれ全然僕ね頭に入ってこないんですけど、レベルグレードのようにですね、またなんか上げなきゃいけないもんが増えたという感じですね、ざっくり言えばね。こんな感じでなんかつくようですね、状態の技能、技能が発動で、これがなんだっけな、戦術とか商店で売られるということでですね、課金の匂いがプンプンということですね、チャットで盛り上がってましたね。で武将によって適性があって、なんか上げやすさが違うということです。まあ武力タイプとね知力タイプでそれはね違うでしょうね。そして新機能、編成共有、これは軍団チャットとかで編成を貼れるということですね。これ考えた人すごいですね。この人ね次プロデューサーになった方がいいかもしれないです。甲状腺プレイヤー都市への攻撃や駐屯もランキングに反映ね。これでやっと飛ばし、あとはね駐屯、これ白線外からの駐屯どうなんだろう、白線内での、駐屯して部隊撃破が良ければ白線外ね急線張ったままでも
良さそうな気がしますけどね。要所式台の効果を結束の付与に変更。なんだろう結束の付与なんだろう結束の付与じゃないけど、式台があると結束があって、式台壊されると結束が攻撃側につくっていうことですかね。まあやってみないと分かんないですよねこれもね。はい、そんな感じですね。で、新 UR、 カコートンですね。なんかむちゃくちゃですねカコートン。はい、豪気昇天25秒、物理で自身含む味方3部隊の対物速攻 75% 上昇、自身1部隊は攻撃防御攻撃速度対物特攻を 50% 上昇。この時点で 125% 上昇ですかね。自部隊は対物特攻を 100% 上昇させた状態で、対象含む3部隊に 200% の攻撃、ちょっと高順みたいな感じの戦法ダメージも出せるということですが、でここで125があるんで、125対物特攻がある状態で 100% 上乗せして 200% で叩く。どんくらいダメージ出るんでしょうかね。およそ3倍ぐらいダメージ出そうなんで、ね、通常100としたらそれに2倍、分かんないな、うん、まあ、とにかくねかなり出そうですね。そして戦法によって能力強化効果を受ける際、効果量の 10% を上乗せ、なので 125% だけど実質 135% みたいな感じですね。俺はかなりバフ効果がね強いんじゃないでしょうか。特にね自身一部隊かなり強化ですね。義の歩兵、義の歩兵で対物どうやって使うんでしょうね。なんかパッと浮かばないですけど、まあカコートン首相で使うっていう感じもありなのかなっていう気もしないでもないですけどね。統合持ってるし。はい、次、バッチョーですね。 UR バッチョー、ぶっ壊れっぽい感じしますけどね。発動が20秒、で連鎖順は普通、自身一部隊を全ての兵科に対して有利にし、攻撃速度会心速度を 50%、 会心威力を 100% 上昇、対象を含む敵3部隊に 50% の確率で恐怖を付与、4秒、恐怖じゃない、イフを付与。でイフというのは戦法ゲージが上昇しなくなり、戦法が発動できなくなる。自部隊の攻撃が敵部隊より高い場合、負傷率が2倍。負傷率が2倍というのはですね、 50% の確率でが2倍になって 100% になっちゃいますよね。そういうことで合ってますかね。だから知力系なんかの部隊は確実に、ね、防御陣形なんかにしてますので、4秒間ストップがかかってしまう半部隊で20秒で来るんで、これがまたじゃあ中盾にこれマストになっちゃうんですよね。まあただ牙っていうのがね、牙ばっかりになっちゃうっていうのがポイントかもわかんないですけど、関羽もあるのに馬長もあるしみたいな。あ、でも関羽と組ましてもいいのか。で自身が首相の際、通常攻撃の対象部隊数プラス1、首相の際だから、まあこのプラス1を別に無視すれば関羽の副将っていうのもねありですかね。配信もあるし、攻撃速度50もあるし、良さそうに見えますけど、まあ中盾のケースだとっていう感じですけどね。攻撃側どうでしょうね、飛ばしとか。ちょっとね分かんないな。うん、で統合がマックスの時につくっていうところになって、合力がつくんですね。合力が2になると、でもマックスまでね僕たち行かないんで、どうなんだろうなっていう。はい、次です。覚醒です。各将と、こちらが女性ですね。
女性だけ、予想が私当たりました。で、馬長とさっきの加工トン、これ完全に裏めりましたね。僕韓銀平と孫権ね、曹操が次来るだろうから孫権って言ったんですよ。孫権いつになったら出るんでしょうね、あれぐらい新しいのに。はい、それはまあ置いといて、各賞ですね、30秒、ちょっときついな。味方2部隊の防御 70% 上昇10秒、 10% の堅固かな、ちょっとこれね解像度荒いっすわ、なんでか分かんないけど。さらに最大兵力の 15% の負傷兵を回復、回復つくんだ、なるほど。そして女性の方はですね、25秒、普通、自身1部隊の攻撃を 75% 上昇、対象に 300% の攻撃、なんかね、なんとも言えない。はい、加工トンを使ったおすすめ編成、加工トン出生で加工園、加工派ですね。なんかこれ加工ファミリーできちゃってるじゃん、これちょっとふざけてるな。ただ連鎖率が高いという感じですね。はい、次、バッチョーですね。バッチョー報徳劉備で 44.5%、 38.9、 バチョーと報徳がね一緒に組んじゃうっていうのがね、また胸熱ですね。こうすると通常攻撃がプラス3になりますんで、補填が撃なしでも4部隊攻撃となりますね。で、合力後も実現可能で攻撃がより高くなると。合力持てないですね、ここにね、下の方にあるんでしょうけども。はい、というわけでですね、アップデート情報、まあかいつまんでですけどね、もうちょっといろいろありましたけども、紹介させていただきました。今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いいたします。またんがー。